広島県警と中国財務局からのお知らせだよ。おーい、みんな気をつけて。おまわりさん、これ見て。私身に覚えがないんだけど。俺も。これは SMS で来る料金未納通知は詐欺です。とにかく無視すること。ん、私にも来たわ。身近ね。